こんにちは。今回はこちら、セリアで購入しているニュッセ。こちらの糸を使ってバッグを編んでいこうと思います。これがカラーナンバー5番。アクリル 100%、約 35g、約 65m 入っています。かぎ針が 7.5 から 8mm ですね。はい、棚を使っていきます。中心部分から糸を取り出します。はい、こんな感じ、中心部分から糸を取り出して、今回8号で編んでいこうと思います。で、糸をこういう風に持って、糸をかけて、で、ぐっと締めて、で、ここから鎖編みを1、2、3っていう感じで、好みの数、鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで、今回は鎖編みを20目で進めていきます。で、20目したら立ち上がりを1つ。で、裏返して立ち上がりではなくて20目目の裏山。ここを手前から向こうに針を入れて糸を持ってきて、細編み。で、これが細編み1つ目ということで、マーカーをつけていきます。細編みの頭にマーカーをつけたら、裏山をずっと取って、糸を持ってきて細編みを1つずつ入れていきます。細編み。ずっと同じように最後まで細編みを入れていきます。はい。こんな感じで最後の方まで細編みをしてきて、一番最後のここの裏山を取って、同じように細編みをしたら、最後の細編みのところに、同じところにあと2つ細編みを編んでいきます。同じところに針を入れて、1回糸端を向こう側に挟んだ状態で、糸を持ってきて細編み。で、もう一つ入れるときに、糸端を手前にかけて、ここから巻き込んで編んでいきます。細編み。最後のところに1、2、3。同じところに細編みが入った状態で。で、その次のところ。ここから糸端を巻き込んで編めるようやったら巻き込んで。細編みを1つに対して1つで編んでいきます。細編み。針を入れて糸をかけて。細編み。こんな感じで同じように最後まで細編みをしていきます。はい。こんな感じで最後の方まで細編みをしてきたら、一番最後は最初の細編みの根元。ここになるんですけど、同じところに細編みを2つで終わります。細編みを1。で、同じところに針を入れて、2。細編みをしたら、最初の細編みの頭。ここに手前から向こうに針を入れて、糸を持ってきて引き抜き。はい、で、1段目完成です。で、ちょっと分厚くしていきたいなぁと思うので、まあ、ここの、今の針を入れたところと、で、1、2、この最後から2番目のところで増やし目していきたいんですけど、まあ、ここで立ち上がりを1つして、で、この一番最後の、この細編み入れたところ、まあ、こう変えることになるので、まあ、一番最後に増やし目するので、この引き抜きではない、一番最後の細編みの頭の、手前、左側の半目。ここと、この足の、この V の左側。この3本の状態で、で、糸を持ってきて、ここで細編みをしていこうと思います。細編みしたら、次のところで増やしたいので、ここの次。こう見ると、向こう半目のところを拾って、で、この V の、この左側。ここを取って同じところに3回細編みをしようと思います。引き出してきて細編み。で、同じところを拾って2回目。で、3回したら、この3回した真ん中のところにマーカーをつけていきます。マーカーつけて、で、増やし目しました。で、一番最後のところは1つだけ細編みを入れています。で、あとは、こう、向こう半目と、この V の左側。ここを取って、糸を持ってきて、一つに対して一つずつ入れていこうと思います。針を入れて、V の、こちらから見たら右側ですよね。右側取って、細編み、半目だけすくって、この V の一本だけ拾って、細編み。同じように最後の方まで編んでいきます。で、その時に、こう見ると、こう、1、2、3個入っているので、ここの1個目と3個目のところで広げたいので、まあ、マーカーつけておいてもいいですよね。こんな感じ、広げるところにマーカーをつけておきます。なので、マーカーの手前のところまで、この同じ要領で、1目に対して1つずつ、同じように拾って、細編みをしていきます。はい。
こんな感じでマーカーの手前のところ目で同じように一つに対して一つずつ編んできて、でマーカーの一つ手前のところも同じように取って一つだけ細編みをします。そしたらこのマーカーのところでさっきと同じように同じところに3個入れたいので同じように取って、でここで同じところを拾って同じところに3個細編みを入れます。3個目、でまたこの真ん中のところ、3個のうちの真ん中のところにマーカーをつけます。で次はここ1つだけ細編みが真ん中にあるので真ん中のところは1つに対して1つ、同じようにすくって細編みを入れて、でマーカーのところでまた増やします。ここでまた同じようにこの足を1本だけすくって、で同じところに細編みを3個、1、2、3で3個したうちの真ん中のところにマーカーをつけて、であとはまた同じようにこの足と1本ずつ拾って細編みを1つに対して1つずつ、最後まで同じように1つに対して1つずつ細編みをしていきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできたら、ここの一番最後のところで増やし目します。同じように向こう半目でこの V の足のところの1本、ここを取って同じところに3回細編みをします。2回目、3回で3回したらまたこの真ん中のところにマーカーをつけて、でこれで一番最初の細編みの頭、ここは1つだけ入ってますね。でその次のところで同じところに細編みを3個して、でこっちと両方合ってるなっていう形で最初の細編みの頭、ここに手前から取って引き抜き、これで2段目かな、2段目完成です。でこれで次はまたこういう風に進んでいくんですけど、その時に立ち上がりを1つして、でこの引き抜きしたこの手前のところ、この目を1目に対して1つずつ拾っていきたいんですけど、増やしたところは同じ目のところに戻って、同じ目のところにここが1つ目、2つ目も同じところをこちら側拾います。で3個目も同じところを拾って進めていきます。これで細編みをまたしていくんですけど、細編み1つ目のところにまた一応マーカーしておきます。これが最初っていうことでマーカーをつけて、で増やしたところはこちら側の手前のところは左側に進んでいって、これが2個目、マーカーついているところは2個目なんですけど、ここは進んで、で向こう側は先入れたところ同じところに拾って細編みで、手前は進んで、で向こうは同じところに拾って細編み、3個同じところに細編みをしたので、こう戻るときも同じところに3個して進めていきます。でこういう平らなところは1目に対して1つずつ編んできたので、手前の向こう半目で向こうの半目を拾って細編み、同じように1目に対して1つずつ細編みをして進めていきます。こんな感じ、同じようにこのマーカーの手前のところまで編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前のところまで同じように1つに対して1つずつ編んできたら、ここのマーカーついているところは3個入れた真ん中のところについているので、その3個を1つのところに入れたいので、このマーカーの1つ手前のところ、ここを同じように取ったら、この次ここに同じところにあと2つ入れます。細編みをして、でこれがマーカーのところが2つ目、2つ目入れたら向こうを今入れたところと同じところを拾って細編み、次はまた進んで、手前は進んで、向こう側は今入れたところ同じところに針を入れて細編みで、ここでもマーカーつけていくといいかなと思うんですけど、これで同じところに3個入れた3個の真ん中のところにマーカーをつけます。まあ、本当は全部入れてもいいんですけど、まあごちゃごちゃするかなと思うので真ん中のところだけマーカーつけていきます。であとはここは1つ忘れないように1つに対して1つ細編みをして、で次はマーカーの1つ手前、ここと向こう側はその次を拾って細編みをして、でこのマーカーのところは2つ目
手前は進んで向こうは同じところ、ここにとって細編み、手前は進んで3個目で、向こうを今入れたところと同じところに針を入れて細編みで、また真ん中のところにマーカーつけていきます。で、このマーカー3個目の2つ目のところにつけたのは、ここでまた3個ずつ広げていきたいのでマーカーつけています。そうすると真ん中につけるっていうのを決めておくと、まあ、分かりやすいかなと思います。で、あとは1目に対して1つずつ向こうの半目で、向こうの半目を拾って、手前の向こう半目、向こうの半目拾って細編み、それと同じようにマーカーの手前のところまで編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前1つのところまで編んできました。マーカーの1つ手前のところ同じように取って、で、この次のところを取って細編みで、マーカーのところが2つ目なので、ここに進んで今入れたところを向こう側取って細編みで、この次を取って、で、今入れたところと同じところを拾ってで細編みで、3個のうちの真ん中のところにマーカーをつけます。一番最後ここ落としがちなんですけど、1つ取ってで細編みをします。で、細編みをしたら最初の細編みの頭手前から向こうに取って引き抜きます。立ち上がりを1つして引き抜きではない、また戻っていきます。ここから取って、で、同じようにこちらも1本取って編み地を返して細編みで、これが1つ目、マーカーをつけて、で、マーカーの1つ手前のところ、ここは普通に細編みをして、ここで糸が手前にあるときは、この編んでいくときは増やしていくっていうことで決めていくと分かりやすいと思います。ここでこのマーカーのところで同じところに3個します。向こう半目、こちらもこの筋を取って同じところに細編みを3個したら真ん中のところにマーカーをつけます。で、あとは1目に対して1つずつ同じところを取って細編みをしていきます。向こうの半目で、向こう側の1つ半目を取って同じように1目に対して1つずつ編んでいきます。マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの1つ手前のところまで同じように編んできて、で、このマーカーのところで増やしたいので、ここで同じようにこの手前の向こう半目で、向こう側のところ取って細編みを1、2、3、同じところに細編みを3個して真ん中のところにマーカーをつけます。で、あとはここ1目に対して1つずつ平らなところを編んで、で、マーカーのところでまた増やし目します。マーカー取って、で、同じように取って同じところに細編みを3個、2、3で、真ん中のところにマーカーをつけて、で、同じように1つに対して1つずつ最後の方まで同じように編んでいきます。で、最後のところ、まあ、ここはね、マーカーつけてないんで、まあ、マーカーつけておくといいかなと思うんですけど、3個なので1、2、ここですよね、真ん中のところ、ここにつけて、で、1つに対して1つずつこの細編みをしていきます。はい、こんな感じでマーカーの手前のところまで細編みをしてきたら、同じようにこのマーカーついてるところ、こういう風に取って、同じところに細編みを3個編み入れます。2、3個したら3個の真ん中、ここにまたマーカーつけます。で、あとは一番最後のところも1つあるので、最後のところ同じように拾って細編みで、最初の細編みの頭手前から向こうに取って引き抜きます。立ち上がりを1つ、引き抜きではない一番最後のところ、またこの半目だけ拾って、で、こういう風にこちら側も半目拾って編み地を返して、ここで細編みで、これが1つ目っていうことでマーカーをつけます。マーカーつけたら、次はこの3個を同じところ1つに入れたいので、マーカーの1つ手前のところ半目だけすくって、この次
次のところを取って細編み。で、このマーカーついてるところが2つ目。2つ目を今入れたところ、同じところに取って細編み。で、手前は進んで3個目。同じところを向こう側を取って細編み。で、3個の真ん中のところにまたマーカーつけていきます。次の段で同じところに細編みを3個していきます。こんな感じで広げていこうと思います。細編みを1目に対して1つずつ半目ずつすくって細編みをしてきて、で、ここでもマーカーの1つ手前と向こう側、このマーカーのところと同じところで、次のところと同じところっていう感じで繰り返しぐるっと最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように編んできました。で、3個を1つのところに入れたので、次細編みを1つに対して1つずつ1、2個別々入れます。一番最後のところも同じように針を入れて細編みで、最初の細編みの頭手前から向こうに針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。立ち上がりを1つ、引き抜きではない一番最後のところ、戻って半目だけすくって、で、こちら側も半目1つ取って編み地を返して細編みで、1つ目のところにマーカーをつけます。で、次はこのマーカーのところで増やし目したいので、そこまでは1つに対して1つずつ細編みを入れていきます。細編みで、マーカーのところで増やし目したいので、手前に糸がある方を見て編んでいくときは同じところに細編みを3個して増やし目します。2個目、3個で、真ん中のところにマーカーをつけて進めていきます。こんな感じで同じ要領で広げていこうと思います。で、今回はここまでにしておいて、次はそこをどれぐらい広げたかっていうところから進めていこうと思います。同じ要領で好みのところまで広げていきます。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。